どうもシンプルでカジュアルヨロです。楽しんで。今回一つ皆さんにご報告があります。報告。はい。何でしょうか。今年もですね。はい、実況初大会に。フレットとのダブル主催という形で出場が決まりました。はい。ありがとうございます。まさかの主催。はい。お前らでいけんのか。はい。主催にですね。はい。うん、上がりました。はい。役割がね。役割上がりましたよ。はい、で大会名は PSB。PSB。ポケモンストロングブレイブローズ。おお、はい、かっこいいじゃないですか。まあ、その名の通りね、今回マジ強者揃いの大会ですんで。はい、はい、すごい強い人いっぱいいます。マジでいます。あ、はい、怖いです。正直怖いです。マジビビってます。あ、飲まれそうですけど。ただ今年もですね、暑い夏がね、来ると。はい、はい、うん、夏といえば進化獣。進化といえば夏。うん、絶対そんなイメージないけどね。相思相愛ですからね。夏を愛し、はい、夏に愛された男たち。はい、この動画が出た時と同じタイミングでですね、大会 PV の方が YouTube に投稿されてますので、はいはいはい、概要欄にですね、あの大会 PV のリンク貼ってますんで、はい、大会参加者や詳しいルールございますから、うん、ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。はい、で去年同様、うん、まあ論外な試合をしない。出た。これが目標で頑張っていきたいなと思いますよ。弱気なのよね、いつも毎年ね。うん、まあ一つ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。投稿日はですね、はい、一応まあ僕たちの初戦が7月21日土曜日、はい、19時からですね、はい、投稿となりますので、はい、まあ楽しみに待っていてください。はい、そうですね、お願いします。本当に、はい。そして大会に出場するにあたってですね、うん、立ち絵の方今画面にございます。はい、こちらが今回立ち絵になるんですけども、はい、お松さんに書いていただきました。これえぐくないか。ありがとうございます。お松さん、ありがとうございます。これえぐいって。この立ち絵はもう優勝ものでしょ。いや、これ立ち絵はね、多分優勝してると思うんですよ。ああ、見てきてほしい。ああ、立ち絵は優勝してる確実に。うん、自慢やね、自慢の立ち絵だね。自慢の立ち絵マジで。うん、うん、しかもね、結構細かいところにね、進化じゅらしさというか。いや、そうなんですよ、細かい愛がね、散りばめられてるんですよ。 HP バー見てください。はい、まずトムがいます。トムいますよね。うん、はい、トムが裏からね、支えてくれてるようなね。そう、感じになってますね。まあ HP 破壊してるんですけども。あはははは、めっちゃ足引っ張るやん。さらにこの HP の数値ですね。はい、これ分かる人にしか分からないようなね、ちょっと34分の19。ああ、これね、これ何ですかっていうね。これはね、うん、マジでね、ちょっと前の動画のエンディング見たら分かるかもしれないね。はい、そうですね、はい、はい、まあ見てきてください。はい。はい、まあちょっとこの立ち絵書いてもらったからにはですね、うん、やっぱ優勝したいっすね。あ、目標が変わりました今。優勝という形で恩返ししないと男じゃないっしょ。間違いない。この立ち絵を見て今、うん、目標変わりましたよ。ああ、バイブスが上がってますんで。バイブス上がりましたね。はい、はい、去年とルールがねちょっと違うので、はい、まあ去年通りに行くかちょっとね分かりませんけども、はい、まあ全力を尽くして頑張りたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今回使っていくパーティーがこちらです。おっと、去年の時給者大会 SMC からですね、ああエリスグリの6体、おうおう、テンパートナーズから6体に絞ったねパーティーを組んでみましたので。はいはい、そうですね、はい、いいですね。去年のあの SMC の実況者大会のまあ雰囲気が知りたいなって方いましたら、はい、再生リストにありますんで、はい、そちらからちょっと見てみてください。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは参りましょう。参る。さあ、ということで対戦していきましょう。ムーサー対戦よろしくお願いします。お願いします。ちょっと知らない方がね結構いると思うんですけど、はい、あの前回大会の準優勝なんですよ僕たち。そうなんですよ、大番狂わせを起こしまして、はい、で才能が開花しまして、いやーちょっと気づいたね。気づいた。あれちょっとポケモンできんのかな俺たちみたいな。ちょっと思ってしまった節はありましたけど、うん、あ、で去年はさらにチャンネル登録者が、うん、なんと500人ぐらいしかおらんかったね。400台だったかもしれない。あ、だからその10倍の登録者以上、うん、で迎えるという。そうなんですね。なんともありがたい話ですよ。去年は無名やし、ポケモンなんかレートもね最高レート約2000みたいな書き方してる。誰でも2000や。試写購入したら。うん、だからなんか全然誰もね、うん、期待してなかったね。うん、そうね。ただ今年はちょっと去年のあれもあるし、ね、チャンネル登録者も全然違うということで。はい。ちょっと立場が全然違う。そうですね。まあ主催やしね、しかも。そう、主催なんで意地を見せないと。うん、いけませんので。なのでちょっとね、まあいきなりガチ試合したらねちょっと負けるんで、まあ、ね、ちょっと肩慣らしというね程度でちょっと今回頑張っていきたいと思います。はい、そうですね。とりあえず先発ギルガルド、うん、2番手シャンデラ、サバでサーナイトでいきたいと思います。はい、はい、まあちょっとゴーストの通りがいいし、うんうん、カバルーンで毒々出るんでね。なるほど。ギルガルドは
そして、まあ、バシャーモンに対してはシャンデラ強いんで。なるほど。あ、ラストはまあカプテンテフが怖いかなということでサーナイト、はいはいはい、はい、これで言ってますけども。なるほど。さあ、まあ選出でねほぼ決まりますんでね。そうですね、あ試合というものは、はい、はい、まあ対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ先発バシャーモン来ましたけど、おっとバシャーモン、これはノー問題ですね。ノー問題ですか。裏にあれがいますもんね、はい、そうですね、はい、はい、一旦シャンデラに引きたいと思います。はい、お願いします。まあ、去年ねなぜ勝てたかって言ったらね、うん、あれですよ。何、もう読みが当たった、選出の読み。あ、そうなんですよね。あの事前にめちゃめちゃ考えて、うん、考えに考えて、あ、ヨロがね、うん、で、ヨロがね当日選出が当たりに当たったと、うん、当たりに当たったね、はい、うん、ということ形で。そうですね、なんとか勝てましたね。10枠の選出もうまかったし。そうですね、うん、はい、もうこれはもう来ない、これがね6点の中におったらもう諦めようっていうぐらいの気持ちで10枠ね選ったんで。そうね、はい、そうですね、うん、それが結構刺さったんですよね、はい、テンパートナーと選びがまず適当だったというね。うん、やばかったあの選び方は。去年はちょっと見たいなって方いましたら、まあ本当に見てきて、はい、はい、さあ言うとる間にまあ炎 Z を透かすというね、まあ、去年大活躍でしたからこのシャンデラちゃん。そうなんですよ、はい、このシャンデラがいたからこそまあ準優勝につながったと言っても過言じゃないぐらいに、本当に過言ではない、大大大活躍した試合がね あったんでね。はいはいはい、あー、オッケーバシャイモに最高記念室はね搭載してますんで。いいね、あさすがだでしょ。やっぱ10回軸にはねちょっとバシャイモえげつなく重くなるんで。そうですね、はい、はい、おっとギルガルド来ましたね。おっとなんで、さあ影打ちを打ちに来たかもしれませんけど、耐えるでしょ。このシャンデラゴースト技半減の機能持ってるんで。あ、影打ちじゃないと。お、影打ちじゃないんかい。しかもおい、化け物じゃねえか。何スカーフと思ったのかよくわかりませんけど。あ、いやスカーフだったら、あ、そうね、うん、なるほどね、はい、おっとグロ、おい、ここでメタグロス。シャンデラ、まあまあまあシャンデラなくなっても、はい、裏にあいつがいます、ギルガルドいるんでね、はい、これは勝ち確定じゃないですか。はい、さあということでですね、うん、今年もニックネームはつけますんでね。そうなんですよ、うん、ちゃんと皆さんそこもねチェックしてみてください。はい、一応このシャンデラは春っていうね、生茶の CM に出てる女の子、はい、女の子っていうか、まあ、女優さんのね、はい、うん、名前をいただいてね頑張ってるっていうね。そうですね、春ちゃんですね。僕たちはね女優さんの名前をねポケモンにつけて、うん、グヘヘ言うたり、ごいのかわいいなとか、めちゃ似てるねとか言ってね言ったんで、今年もね、はい、それはねやっていきたいと。もう去年と本当スタイルは全然変わってないですね。はい、まあ、どっちかというと僕たちは考察のところを重点的に見てほしいので。そうですね、はい、もう対戦はもうなんかちょっとプレイングはねやっぱねレート2000いってる人に比べたらちょっとおざなりなところあると思うんで。はいはい、そうですね、そこをどうにか考察でカバーするっていう形でね、うん、アイアンヘッドひるみになってきてるよこれ。おー、ちょっとやめてよこれ、おい、ちょ、これで地震圏内入るのが一番まずいな。ドラゴンかよ。一旦気がしてる。どういう形容詞や。ドラゴンかよ。これでまあアイアンヘッドもう一回来ると思うんで。なるほどね。ああ、禁止シーズンして。めっちゃ悩んでるな。禁止。はい。これでどう来るか。地震打ってたらやばい。オッケー。アイアンパンチね。なんで？まあ、火次は。おお。まあ、ひるみを。いやいやいや。狙ってきてる。いやいや、そんな悠長なこと。ギルガルド相手に。オッケー。さあということでね、初戦、はい、無事勝利することができたんで、はい、はい、このまま調子で頑張りたいと思います。お願いします。さあ現在5勝1敗とですね、うん、まあ親善試合にしては結構いい感じじゃないですか。そうですね、あでもそろそろ10回出していきたいね。さっきは出る気配がないんですよね。いい加減去年の主役を出していきましょう。うん、今回どうよ、割かしへ。そうっすね、うん、前で先発のエキソのカップコゲコやったり月光ガニに強いので、うん、先発10回に確定でいきましょうか。おいしょい。あで、まあバシャーモはシャンデラに対してちょっと最悪な相性してるんで。なるほど、バシャーモはシャンデラに対してね、確かにちょっと何もできんけんね、うん、はい、もうセリーグ、セリーグ、バシャーモはね交流戦のセリーグみたいなもんですから、ね、パリーグに何もできませんので毎年。ほんと毎年毎年何もできん、ね、まあヤクルトは頑張りましたね。ヤクルトはすごいよ。ああ、僕セリーグの中でヤクルトファンなんで、ああめちゃくちゃ嬉しかったですね、マジで。いや、よかったね。うん、よかった。ああ、ただラストはまあギルガルドですかね。はい、ああもう安定っすね、シャンデラとギルガルドっていうのは。マジで安定感とはこのこと。ああ、去年の俺たちの株をね上げましたね。いや、まあシャンデラのおかげ的なとこあるよね。ああ、まあ、予選はギルガルドがもうほぼね無双してたんですけど、無双してましたね、はい、絶対先生でしたもんね、はい、なんで
そうですね、まあ今回はちょっとね、ギルガルドもシャンディラもね、ちょっとパートナーズには入ってないんですけど、そうですね、うん、ポイントの関係で、うん、はい、まあ新たにちょっと新しいポケモン使ってみようっていうことでね、うん、うん、もうガラッと変わったポケモンをね、使ってますんで、はい、まあ主役はまあ、マサマシンの大好きなミミロップ、きた、うん、マジで活躍してほしい、ああ、これをね、ちょっと組んでみたんで、軸にね、うん、してみたんで、まあ皆さんもぜひ楽しみにしておいてくださいって感じですね、はい、うん、まあ去年は僕の好きな10回を使ってましたっていう話ですよ、そうですね、今年は僕の好きなミミロップを使っていくと、はい、はい、まあとりあえず、まあ一時期鈍いたすき10回、これ愛用してましたが、うん、はい、まあ今回はシンプルなメガ10回、おお、ほんとやね、うん、実際たすき10回強かったですけどね、オッケー、やってるー、これがでかい、どりゃあざっす、オッケー、あざっす、うん、まあ、気合玉っていう技に対してのね、うん、ちょっと信用がマジでないんで、マジでね、うん、10回だから当てたけど、いやマジで、うん、ほんとよ、70、命中70はね、うん、信用できない、80からかな俺は、いやてかマジ威力120いらんよね、いらんね、マジでそんなにいらん、110の80せめて、いやいや一番の落としどころ100の90やん、100の90は強いね、でも威力100の命中90、ジャレツクだって90の90やけんね、あー強いね、そう考えたら100の90えげつなく強い、うん、うん、落としどころでしょう、どうでしょうかどうでしょうかこれ、ああちょっと提案してみてみますけど、はい、ジャイロ爺さん、ジャイロボール、ジャイロボーラー、おえー、ジャイロボーラー、シゲノゴロウ、マユムラに続いて3人目のジャイロボーラーよ、シゲノゴロウ、マユムラ、うん、ナトリオリセがナトミナトミやだそれ高校の同級生やないかこれはいかん、これはいかん、これはいかん、危ない、ちょっとここ一旦トリックルームをねしたのはですね、うん、あ、とりあえずまあナトレを燃やし尽くすだけのね、うん、そういうスケールの小さいシャンデラじゃないよっていうことですよ、なるほど、あ、ここナトレを突破した後も、うん、シャンデラでね、展開していきたいんで、うん、もうここは対面有利なところでトリックルームをしていったっていうね、なるほど、うん、これがねすごいいい戦術だなと思います、なるほどなるほど、はい、確かにいい、後ろギルガルドもいるんでね、そうですね、うん、ギルガルドがいればなんとかなるんで、うん、先制でゴースト Z 打てるのは強いし、はい、はい、ディーモンジー、オッケー、これ当てるのがねシャンデラなんですよ、当てるのがシャンデラなんですよ、マジで外さない、あ、去年ね、鉄火具屋に、うん、このシャンデラがダイモンジーを当てるシーンがあったんですけど、はい、そこ外してたら負けでしたし、負けでしたね、はい、ああもうパープルさんとの試合、まあ準決勝ですかね、まあ、一番熱かったかな、ああいや準々やね、うん、準々決勝やろ、はい、ああ一番僕たちの中でいい試合できたんじゃないかな、ベストゲーム、ベストゲームですね、はい、うん、このまあちょっとしかね1年間くらいしかやってませんけど、うんうんうん、ああその中で一番の試合をしたんでね、うんうん、そちらちょっと最初見とった方がいいかもなと一回手合わせ願う、ああ一回見とった方がいいかもしれないね、本当に、うん、いいダメージだな、けど硬いか、硬すぎる、ちょっと、あ、これ硬いんだ、一応ちょっとゴースト Z 取っときたかったんですよ、ギルガルドの、あー、なるほど、これはゴースト Z じゃないと飛ばない、飛ばないですね、多分、うん、言うてシャンデラも145あるんで、そっかそっか、特攻種族値、あ、そうね、バケモンやもん、中力だから、バシャーモンのためにゴースト Z 取っときたかったっていうのあるんですよね、あー、なるほど、うん、だからここでゴースト Z を消費するっていうのはちょっと、うん、あんまりよろしくないかなと思うけど、バシャーモンはタクか、もう、まあキングシールドとのね、タクで勝つしかないか、そうですね、はいはい、はい、とりあえずはランドロスは落とすと、なるほど、いうことでちょっと相手迷ってますけどね、めちゃくちゃ迷ってんね、何ができるんでしょうか何ができるんでしょうか、面白いはい、ベルベルバーと、オッケー、はい、これでね、ゴースト Z、 うんうんうん、ちょっと今回はまあ今大会は Z のね、うん、クリスタルあれがないんで、制限がないんで、持ち物指定みたいなのがね、ああないんでね、ないので、まあもちろんメガ進化もね、はい、ないので、はい、まあ誰をメガ進化させてもいいっていう、自由枠でメガ進化連れてきてもいいっていう、そうですね、感じなんで、本当にちょっとルールがね、去年と全然違うので、そうですね、しかも10パートナーズから6パートナーズで、うん、ああはい、なりましたんで、ちょっと10パートナーズだからね、強かったんじゃないかっていうね、そうね、ああちょっとまだ俺たちも半信半疑なところはあるね、幻想やったな、ああ本当に俺たちがね、うん、強かったのか、それともテンパートナーズが強かったのか分かんないっていう、落ち着け、うん、いずれ分かる、うん、落ち着けお前、そうね、うん、考えてもしゃあねえな、しゃあねえ、ああここパシャーも来たらちょっとめんどくさいですけど、パシャーも来たらマジでめんどいった、カブコゲコはいったな、これいったっしょ、うん、はい、これは余裕ですね、うん、スカーフだったとしても勝てますし、そうね、うん、負ける数字が見当たらんな、そうね、うん、スカーフでも勝てるし、トリックルームはもう一旦なんでね、オッケーオッケー、はい、シャドーボール打って
フィニッシュと。フィニッシュですね。フィニッシュ。メガ次回が抑えとしてね、しっかりやってくれるんじゃないですかね。そうね、はい、先発で投げて、うん、で一回ファーストに回って抑えに戻ってくる。高校野球や。高校野球スタイルね。高校野球や。普通そういう時って結構打たれてからね、一旦ファーストでね、なんか気持ち落ち着かせるっていう感じ。うん、そうね、うん。めっちゃ抑えて一旦ファースト戻ってもう一回抑えっていうのはちょっとあんまり考えられない。違うね。うん、5失点ぐらいして。5失点ぐらいしてちょっとお前頭冷やせって言ってね、ファーストの。わからんとってやけ。これマジ野球してる。結構あるあるやけどね。これマジあるある。うん。めっちゃパーフェクトなピッチングをしとって、うん、そっからなんか一回ファーストで下げることはないもんね。ないね、うん、はい、もういいピッチングしたらね、球数関係なくね、ガンガン投げさせるけどね。間違いない。あ、これちょっとね、どうなのって桑田が言ったよ。いや、まあやっぱ100球制限とか設けたらいいんじゃない、高校生、うん、プロに入ってからね、うん、若い目を積むよりも。そうなんですよね、はい、うん、とか言うとる間にですね、はい、10回が決めたというね、はい、うん、これが去年はしたかったっていうね。そうですね、あ、はい、去年は全然できませんでした。全然できませんでした。はい、ということで今年もぜひ楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では隊長、はい、いつも通り今日の動画の評価をお願いします。わかりました。はい、まあ、キティちゃんで例えるならばん3匹分ですかね。うわ、リンゴ9個だ、わかんねえ。